どうも、久々、皆さんこの髪型覚えてますか？これ、この髪型、まるで神を射抜くような槍型のヘアスタイル、その名もぐんぐんいるバトルヘア。久々にこの髪型登場しました。まあこれでね、どっか遊びに行ったりは絶対しないんですけど、今回のやってみた、ドン、なんて読むんだこれ、シーバ、しっとり柔らかお魚フィレのスープ、15歳用となっております。15歳以上ね。まあこのね、このシーバのここ見てもらえば分かりますけど、これね、猫ちゃん書いてあるということで、これは猫ちゃん用のご飯となっております。ではまあ裏を読んでいこうかな。15歳以上の、猫ちゃんのため、お魚は小さくほぐして食べてね。丁寧にじっくり煮込み、魚介のうまみが濃厚に溶け込んだごちそうスープ、ちょっとしたご褒美や毎日のお食事の素朴なアクセントに。あ、素敵なだった。 素敵なだった。与え方、1日1、2袋を目安に、総合栄養食のシーバデュオなどのドライフードとともに与えてください。新鮮な飲み水を常に用意してください。タンパク質6.0以上、脂質0.2、まあこの組成維6点あ0.5とか、まあこれはいいか。まあとりあえずね、猫ちゃん用です。なかなか美味しそうじゃないですか。盛り付け例はなんかこんなおしゃれになってますけどね。では早速食べてみたいと思います。これ温めんのかなと思ったけど、まあ猫ちゃん用だからね、猫舌っていうくらいだから温めなくていいかと思い、もう出しちゃいました。もう多分温めないと思います。なんか温めろって書いてないんで。匂いはね、ツナ缶ともう全く同じ。それになんか、なんかね、ああ、猫の餌っぽい匂いする。ツナ缶になんかね、ちょっと癖のある匂いがします。これ、こんな感じでね、まあ、おしゃれにやってるんですけど、シルクロードの場合はね、粉になっちゃいました。なんか、ゲボみたい。このお魚フィレのスープね。じゃあ、いただきたいと思います。お魚だし、まあ、多分猫用だから、そんなに人間と変わんないんじゃないかなっていう、僕の予想なんですけどね。一般食、キャットフードなわけで。僕らね、犬とか行ってるんで、もう大丈夫かなっていう。まあ、果ては亀の餌まで行っちゃってるから。金魚とか。具材をいただく前に、スープの味をね、いただきたいと思います。ちょっとおしゃれにすくおう。こう。外側に向けてね。いただきまーす。うえ！苦手な匂い。うっす。ほんとお魚フィレのスープっていうのも、シーチキンのカパクって開けて、余り汁飲んでる感じ。油っぽい、なんか。美味しくはない。全然美味しくはない。うわー。これ酷だな、結構。なんせ臭い。でもな、まあ、お魚の匂いは、まあ、強いかなってか。そうだね。全体的に味としてはお魚。なんだけど、まあ、どうしても猫が食べるっていうその抵抗感と、やっぱ独特の匂いがあるんですよ、餌の。それにちょっと今参ってる感じですね。猫の餌じゃないって言われてパンって出されたら、ああ、まずいなぐらいでするんですよ。けどね、猫の餌って言われちゃったからね、もうね、もうこっちもキャットしちゃった。ね、先日ダジャレがどうのこうのとか言っちゃったのにダジャレしちゃったっていうね。ちょっと困りもんですね、これ。お魚の身をね、いただきたいと思います。いただきます。まずかね。癖。あ、やっぱ何だろう。やっぱ匂いかな。匂いにやられてる。味はね、ただの薄味なんですよ。健康に気を使う人の食事っぽい感じだね、味としては。あ、やべ、歯に挟まった。ほんとこの匂いがね、ダメだ、克服できない。これほんと、フリとかじゃなくて、ほんとに、ってなる。これ僕だけなのかな？ね、僕猫飼ってないんですけど、多分猫飼ってる人ならもう慣れてるんだろうね、これ。多分猫飼ってる人は何回か食べたことあるのかな、もしかしたら。僕はちょっとね、ダメかな。あとこれ安いんですよ。70円ぐらいで買えるんですよ、このスープ。まあ1食70円って考えたらまあ結構高いんですけど、値段のせいなのか、僕が単純に猫を飼っていないから慣れてないからのせいなのか、全然わからない。とにかく味が薄い。そして美味しいとは言えない。けど、金魚とか犬のに比べれば美味しい。でも一番美味しいのは犬のおやつの卵ボール。あれめちゃめちゃうまい。このね、説明欄にね、
その、メンバーでダーマ、僕、ンダホでねペットフードを食べた動画を載せときますんで、ぜひぜひそちらの方も見てみてください。最後にね、身をかぶっていって、あーダメだ、もうなんか分かっちゃってっとな、行きたくねえな、くせえし、俺あと腹弱えかんな、怖えな、いけるな、俺なら、俺できる子だもん、昔から言われてる、できる子だもん。スイツワン、うっ、薄い。ってことで今度よ。ってことで今回はキャットフード食べてみたでした。歯に挟まるねこれ。ではアデュー。